過去に映画で脳みそを 100% まで引き出すとエスパーみたいな能力を使えるっていう映画が過去にあったの、うん、潜在能力っていう部分を引き出した時に何かそういう能力が芽生えるっていう可能性はあるってことなのかな。あります。ごめんね、その映画見たことないんだよ。見たことないんだけど、実際脳科学の話で話すと、人間の潜在能力をあと 15% を引き出すことができたら、とりあえず今世界新記録は全部変わります。 15% とね。なんで追いつかないかっていうと、それに見合う体が出来上がってないんだよ人間って。もしかしたらさ、飲みみたいにさ、ビルを飛び越えれるぐらいの跳躍力が人間にはあったりしたとしても耐える筋肉と骨がない。でもちろんその研究もされてます。物理が追いついていけば全然余裕だってことね。全然余裕だし、人類の解明、今謎って思われてるようなこととかもどん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 解明されていくし、記憶の分野ってのが特に発展するね。六法全書とかああいうの有名の研究が進んでいったりとか、脳の活性が進んでいくってなった場合、あれを覚える必要がなくなる。覚える必要がないっていうと、理解ができるのか、法というものが理解できるのか、もう想像つかないでしょ、うん、頭のいい人ってあれを丸暗記でしょ。じゃなくて法の歴史から全てが理解できるのか、そういう感覚。医学で言っても難しい手術があるとするじゃん、あれを覚える必要はない。もうその仕組みが正しい仕組みに戻せばいいだけっていう、だからオリジナリティ溢れる手術法がいっぱいできますよって言われてます。正しい形に戻せばいいだけなんだよ人間の体を。だから基礎能力が上がって処理能力が上がる人類が将来誕生した場合、誰々が作ったこういう手術法があって、誰々が作ったこういう血管と血管をつなげたらこういう風になってた、そういうのもういらないんだよ。その人を元に戻せばいいだけっていう感覚だから、人それぞれの感覚で治療が行えますっていう風に言われている。寝てる時の脳みそってものすごく働いてるわけよ。昼間の間のさ、老廃物の処理とかいろいろあるし、うん、寝てる時ももちろん呼吸してるし筋肉動いてるし、脳の寝てる時の働きを人工的に干渉できたら、さっき言っている人類発展の限界を超えるって言われてる。今の人類の発展の限界って言われてるのは、正確な正しい手術に行き着くのが人類の限界。飛行機もそう、この高度を保ってこれだけの安全性がある乗り物を開発するのが人類の限界だけど、もうそうじゃなくなる、その一歩奥があるわ必ず。それが人類の限界。それを超えるっていうのは脳自体を変えていかなきゃいけないわけよ。でその研究はもちろん今進んでますよ。能力値を超えた夢の中だからこそ、エジソンとかベートーベンとかものすごい作品を思いついたのかもしれないじゃん。夢の中ってタが外れてるじゃん。いっぱいジャンプしようと思ったらジャンプできるし、走り続けようと思ったら走り続けれるし、これを夢だと思ってイメージトレーニングとして使えるんだったら、ものすごくリアルに体験できるわけ。だってエジソンだってもしかしたら起きてる状態、素の潜在能力のままだったら電球を思いつかなかったかもしれない。ベートーベンだって夢でこの曲を聴かなかったらあそこまでの名曲を作れなかったかもしれない。だから能力値の幅上げになってるんだよね、夢の中っていうのは。明晰夢を見れる視聴者夢の中でとんでもないものを生み出す可能性があるってこと。だからみんなにそのチャンスがあるし、可能性がある。明晰夢学習っていうものがもし成功できたらね、才能を見つけるためにいろんな分野の夢体験をさせることがみんなにできるわけだ、はいはい、パイロットでもいいし、数学科でもいいし、地質学者でもいい、医者でもいい、いろんな体験をどんどんさせることができて、それに対して飛躍してる分野があったら、それがその人の天才と言われる分野なんだ。だから昔からさ、睡眠学習って言われてるじゃん、あれの超進化番手持ってくれたらいい。で、仕事の面でもさ、長い研修とかあるじゃん。他の専門職でもものすごく長い研修があったりするじゃん。そういうのを夢で学習したりとか、受験勉強に使えたり、難しい手術をもう実際に体験させて体に覚えさせる、そういうことも文字通り夢が広がるよ。埋もれた才能を開花させずに別の仕事をさせるっていうのは、もう人類の宝を捨ててるのと同じだからね。だから私、明晰夢見れますって人は高確率で何かしらの才能を持ってる可能性があるし、でも明晰夢が合わない人とか人格的にダメな影響を受ける人とかもいるから、そこは注意しなきゃいけない。ちなみになんだけどさ、この研究に対してのすごい有名人がいるんだけど、その人って東京大学を出て今ニューヨークで脳科学の才能について研究してる天才中の天才なの。その先生は才能を研究するきっかけを、なんと週刊少年ジャンプを読んで思いついたそうです。で、その週刊少年ジャンプの何かっていうのは、